こんにちは、横浜ジーパントップ社長の高岡俊也です。今月もですね、タウンニュース金沢区磯子版に載せていただきました。紙面は2018年平成30年2月8日木曜日です。こちらの紙面の中川に当店のコラムを、掲載していただいております。見るかな、こんな感じで。ちょっと今回お洗濯についてちょっと書かせていただいております。詳しいことはですね、このコラム用のブログも作っておりますので、そちらで見ていただけたらなと思います。わかりやすく言うと、ちょっと長くジーパンきれいに履いていただきたいので、裏返して洗濯ネットに入れて洗ってねということです。タウンニュース同様、当店もよろしくお願いいたします。それでは。